ガゼット、ボーカル、ルキさん、ギターの葵さんだ。はい、こんばんは。渋谷でいろんなインタビュー聞いてます。問題はこちら。ミクです。21です。大学3年生です。ご出身は？横浜です。趣味とかありますか？漫画を読むことです。おすすめの漫画は何ですか？ハチクロです。ハチミツクローバーです。キュンキュンするからです。ちなみに好きな食べ物は？好きな食べ物ラーメンです。何ラーメンが？豚骨ラーメンです。ちなみに今彼氏はいますか？いないです。好きな有名人は誰ですか？好きな有名人、あ、塚本隆史です。あ、俳優さん。どんなところが？かっこいいです。めっちゃかっこいいです。じゃあ今ちょっといろいろ初めてについていろいろ伺ってるんですが、初めて彼氏ができたのはいつですか？中学1年生です。お名前はなんていう子ですか？お名前翔太くんです。翔太くんは有名人にいる誰に似てるんですか？次課長の河本に似てます。それは自分から告白したんですか？そうですね。なんて言って告白したんですか？いや、普通にメールで好きですって言って。メールで告白をして。そうですね。返事は？はい、みたいな感じだったと思います。じゃあそこから大体どのぐらい付き合ったんですか？4、5ヶ月ぐらいだったと思います。ちなみにどんなところが好きだったんですか？面白い人だったんで、そういうとこが良かったです。じゃあちなみに初めてのデートっていうのはいつぐらいに、どこに？中学校その1年生の時で、中華街行きました。やっぱ近かったんで、近くてまあデートスポットっぽいかなと思って行きました。どうでした、初デートの思い出は？いや、なんか恥ずかしくてあんま喋れなくて嫌だなって思いました。初めてのキスはいつどこで？さあ来ました。いや、俺全然違うこと考えてた今。ん？というと？いや、なんか自分の初恋思い出しちゃったの？いや、なんかいろいろと。うん。キュンキュンしちゃった？いやいやいや、ちょっとドキドキしちゃった。ほら、いいことですよ。みんなあったんですよ、こういう頃が。そうでしょ？恥ずかしながらなんかこうやって、恥ずかしがりながらこうやってね、前の初めての彼氏の名前言ってみたりとか。はいはい。いいことですよ。こっちが恥ずかしかったですもんね、なんか。いや、でもね、セキュラにこの後答えてくれたんですけど、さあ問題は。ね、はい、どうなんでしょう、どこなのか、どんなキスだったのか。これでも質問になるってことはなかなか難しいってことだよね。あ、素晴らしい。そうですよね。あれ、ロキさんバラエティいけますね、これね。そうなんですよ、簡単な答えじゃなかったんですよ、彼女的に。まあ、でもさっきの流れからいくとすごい深読みしすぎてよくない感じですもんね。あ、いや、でもね、このミクちゃん21歳は本当にちょっと変わった答え方をしました、はい、初めてのキスがどんなキスだったのかと言われたら、うん、何かちょっとそのストーリーが違うのかもしれませんね。通常通りではないというか。さあ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 、通常通りではないようなキスした経験ありますか？これ言える範囲でいいんですよ。通常じゃないキスはないかもな、なんだか全然こう人間違いでさせられたとか、まだたまたまね、通りすがりになんか、なんだおい、どういう挨拶だよみたいなことがあったとか。まあよくほら海外とかではありますから、ほらね、とか。その最初のデートは関係ないですよね。デートとありましたっけ？初めてのデートとはまた関係ないですね。はい、これじゃないです、うんうん、初めてのデートと初めてのキスがもう違うという時点で、うんうん、はいはいはい、親と思いますよね。だって普通だったら大体ね、そこから会話を重ねてキスをしていくのに、うん、もしかするとですよ、うんうん、初めてのデートと初めてのキス、うん、セパレートに考えた方がいいかもしれません。なるほど。ってことは、はい、じゃあ、あれ、なんだ、これね、ちょっと難しいですね。なんかその、お父さんにとかベタなことじゃないですか、ね、あ、そういうんじゃないですね。21歳でしょ、うん、キスをしたのはね、まあ、だいたい人並みの年齢だと思います。学生時代ですね。なんですけど、相手がっていう。わかった、わかりました。どうぞ。王様ゲーム、どうですか？ちょっと早いですね、王様ゲームは。まだ早い。すいません。高校1年です。高校1年。ちょっと早い。もうちょっと待ってください、王様ゲーム。あれ、そうですよね。無理やりに、全然違う人とさせられますよね。どんどん。あれじゃないですね。17の時。か、16かな。時に。こんなことあんのかな？こんなことあんのかな？こんなことあんのかな？ですよね。ねえ。なんだろう、これ。ということは、このキスの後、うん、かな、あれ、どういうことかな。
今いるのかな、全然わかんない。今いるのか、いるのかな。高校1年ですよ、相手、はい、相手がちょっと、まあ、通常はキスする相手じゃないかもしれませんね。こうそこ条件的にはそのね、整ってない。まあ普通はね、だって、うん、付き合ってからですよね、とか、うん、まああとはお互いね告白してからとか、うん、さあ来た、あ、分かった、お、分かった、誘拐犯じゃないですか。それ誘拐犯がなんか、なるほど、じゃあちょっとキャーって騒ぎそうになったところを口で応援してもらえる、うん、口で追って、うん、なんですか、それどんなドラマですか。シチュエーション難しい、難しいっちゃ難しい。でもね、あ、じゃあね、まずは、はい、その時にどんな味がしたかっていうところにいきましょうか、うん、はいはい、どんな味がしたかぐらいだったら答えられると思いますよ。意外に悪い思い出じゃなかったみたいです。あ、なるほど、はい、なので、うん、可愛い味のイメージしてみてください。何味でしたか。甘酸っぱいですね。甘酸っぱいですね。この的な、お、わかった、ストロベリー味なの。わかった、うん、あ、違うな、よく当てましたね、味を。ストロベリー味ですよね。そう、ストロベリー味ですよ。まずこの初めてのってことは、多分相手はなんかリップをしてたんじゃないですか。ああ、まあそれもあったのかもしれませんけど、はい、どういう関係ですか、この彼女にとって。こんだけ甘酸っぱいキスになったってことは、甘酸っぱい、いけそうだ、これいけそうだ。先輩、先輩、あー、そこはちょっとね、僕年齢わかんないんですよね、うん、先輩怖いみたいな関係ではなく、うん、こう真に迫った、どういう関係、普通だとしないです。これ女だったとこじゃないですか。違います。違う、はい、違う、性別は男女の関係です。はい、いけるか。いちご味でしょ。いちご味ですよ。いちご甘酸っぱいんですよ。甘酸っぱい思い出だということは、なぜ、あー、悔しい、これわかんないのが。正解はこちら。初めてのキスはいつどこで。高一の時です。それは相手はその当時付き合ってた人。付き合ってはなかったです。付き合ってはいない人とキスをした。そうです。あー、恥ずかしい。ああ、それはなぜ、どういった経緯で。いや、そうって感じだったんで、まあ、いいかなって。初キスの味はどうでした、感想は。ストロベリーでした。ということだったんですね。でも、相思相愛だった。相思相愛だったって言いましたもんね。お互いはちゃんとそういう気持ちは実は感じ取ってたんだけど、うん、お互い告白もしないまま、で、パッと目見てもうキスしたから、うん、そこからきっと付き合えたんでしょうね。付き合ったんですかね。どうだったんでしょうね。キスからが最初の。だから。そのまま大人の関係っていうのもありですけどね。あら。そうなの。ロマンチックだな。こっちでね。なんだ、クールなのかなとか。ね、あ、じゃあね、まずは、ね、その時にどんな味がしたかっていうところにいきましょうか、うんうん、はいはい、どんな味がしたかぐらいだったら答えられると思いますよ。意外に悪い思い出じゃなかったみたいです。あ、なるほど、はい、なので、うん、可愛い味のイメージしてみてください。何味でしたか。甘酸っぱいですね。甘酸っぱいですね。イチゴ的な、この、お、分かった、ストロベリー味なの。分かった、うん、あ、違うな、よく当てましたね、味を。ストロベリー味ですよね。そう、ストロベリー味ですよ。まずこの初めてのってことは、多分相手は、なんかリップをしてたんじゃないですか。ああ、まあそれもあったのかもしれませんけど、はい、どういう関係ですか、この彼女にとって。こんだけ甘酸っぱいキスになったってことは。甘酸っぱい。いけそうだ、これいけそうだ。先輩、先輩、ああ、そこはちょっとね、僕年齢わかんないんですよね。先輩怖いみたいな関係ではなく、うん、こう、真に迫った。どういう関係、普通だとしないです。これ女だったとこじゃないですか。違います。違う。はい。違う、性別は男女の関係です。はい、いけるか。いちご味でしょ。いちご味ですよ。いちご、甘酸っぱいんですよ。甘酸っぱい思い出だということは、なぜ、あー、悔しい、これわかんないのが。正解はこちら。初めてのキスはいつどこで。高一の時です。それは相手はその当時付き合ってた人。よかったです。じゃ、ちなみに初めてのデートっていうのはいつぐらいに、どこに。中学校、その1年生の時で、中華街行きました。やっぱ近かったんで、近くて、まあ、デートスポットっぽいかなと思って行きました。どうでした、初デートの思い出は。いや、なんか恥ずかしくて、あんま喋れなくて、やだなって思いました。初めてのキスはいつどこで。
さあ来ました。いや俺全然違うこと考えてた今。んというと？いやなんか自分の初恋思い出しちゃったの。いやなんかいろいろと、うん、キュンキュンしちゃった。いやいやいやちょっとドキドキしちゃった。ほらいいことですよ。みんなあったんですよこういう頃が。そうでしょ、恥ずかしながらなんかこうやって、はいはい、恥ずかしがりながらこうやってね前の初めての彼氏の名前言ってみたりとか、いいことですよ。こっちが恥ずかしかったっすもんね。なんかいやでもね、セキュラにこの後答えてくれたんですけど、さあ問題はね、はい、どうなんでしょう、どこなのか、どんなキスだったのか。これでも質問になるってことはなかなか難しいってことだよね。あ、素晴らしい。そうですよね。あれロキさんバラエティいけますね、これね。そうなんですよ、簡単な答えじゃなかったんですよ彼女的に。まあ、でもさっきの流れからいくとすごい深読みしすぎて良くない感じですもんね。あ、いやでもね、このミクちゃん21歳は、はい、本当にちょっと変わった答え方をしました。初めてのキスがどんなキスだったのかと言われたら、ガゼット、ボーカル、ルキさん、ギターの葵さんだ。はい、こんばんは。渋谷でいろんなインタビュー聞いてます。問題はこちら。ミクです。21です。大学3年生です。ご出身は横浜です。趣味とかありますか？漫画を読むことです。おすすめの漫画は何ですか？ハチクロです。ハチミツクローバーです。キュンキュンするからです。ちなみに好きな食べ物は？好きな食べ物ラーメンです。何ラーメンが？豚骨ラーメンです。ちなみに今彼氏はいますか？いないです。好きな有名人は誰ですか？好きな有名人、あ、塚本隆史です。あ、俳優さん。どんなところが？かっこいいです。めっちゃかっこいいです。じゃあ今ちょっといろいろ初めてについていろいろ伺ってるんですが、初めて彼氏ができたのはいつですか？中学1年生です。お名前はなんていう子ですか？お名前翔太くんです。翔太くん、翔太くんは有名人にいる誰に似てるんですか？次課長の河本に似てます。それは自分から告白したんですか？そうですね。なんて言って告白したんですか？いや普通にメールで好きですって言って。メールで告白をして？そうですね。返事は？はいみたいな感じだったと思います。じゃあそこから大体どのぐらい付き合ったんですか？4、5ヶ月ぐらいだったと思います。ちなみにどんなところが好きだったんですか？面白い人だったんで、そういうとこが。何かちょっとそのストーリーが違うのかもしれませんね。通常通りではないというか。さあ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 、通常通りではないようなキスした経験ありますか？これ言える範囲でいいんですよ。通常じゃないキスはないかもな、なんだか全然こう人間違いでさせられたとか、まだたまたまね通りすがりになんか、なんだおい、どういう挨拶だよみたいなことがあったとか。まあよくほら海外とかではありますから、ほらねえとか。その最初のデートは関係ないですよね。デートでありましたっけ？初めてのデートとはまた関係ないですね。はい、これじゃないです、うんうん、初めてのデートと初めてのキスがもう違うという時点で、うんうん、はいはいはい、親と思いますよね。だって普通だったら大体ね、そこから会を重ねてキスをしていくのに、うん、もしかするとですよ、うんうん、初めてのデートと初めてのキス、うん、セパレートに考えた方がいいかもしれません。なるほど。ってことは、はい、じゃあ、あれ、なんだ、これね、ちょっと難しいですね。なんかその、お父さんにとかベタなことじゃないですか、ね、あ、そういうんじゃないですね。21歳でしょ、うん、キスをしたのはね、まあ、大体人並みの年齢だと思います。学生時代ですね。なんですけど、相手がっていう。わかった。わかりました。どうぞ。王様ゲーム、どうですか？ちょっと早いですね、王様ゲームは。まだ早い。すいません。高校1年です。高校1年か。ちょっと早い。もうちょっと待ってください、王様ゲーム。あれ、そうですよね。無理やりに、全然違う人とさせられますよね。どんどん。あれじゃないですね。17の時。か、16かな。時に。こんなことあんのかな？こんなことあんのかな？こんなことあんのかな？ですよね。ねえ。なんだろう、これ。ということは、このキスの後、うん、かな。あれ、どういうことかな。今いるのかな。全然わかんない。今いるのか、いるのかな。高校1年ですよ。相手。はい。相手がちょっと、まあ、通常はキスする相手じゃないかもしれませんね。こうそう。条件的には、そのね、整ってない。まあ普通はね、だって、うん、付き合ってから、ですよね。とか、うん、まあ、あとは、お互いね、告白してから、とか。さあ、来た。
あ、わかった。わかった？誘拐犯じゃないですか。それ誘拐犯が。なんか。なるほど。じゃあちょっとキャーって騒ぎそうになったところを口で覆いしてもらえ。口で覆って。何ですか、それ。どんなドラマですか。シチュエーション難しい。難しいっちゃ難しい。でも。